6人目が現れるかもしれません。どうも皆さん、チャオムカです。ということで今回は6人目の特級術師についてお話をしていきたいなと思います。この特級術師ってところに関しては、もともと日本には4人しかいないっていうようなことが言われていたんですよね。そしてそれっていうのが、五条悟、下藤卓、つくもゆき、そして乙骨憂太ですよね。この4人っていうのが特級術師っていうのがあって、最近のね、ジャンプの中で、矢賀正道っていうね、矢賀学長ですよ。この学長っていうのも特級に認定されていたということでね、この5人っていうのが実質特級術師として日本に存在していたんですよ。で、現在いるのが五条とつくもと乙骨ということでね、下等に関してはすでに死んでいるっていうのがあって、矢川学長に関してもね、本当に死んでしまったのかっていうのははっきりと言われているところではないので、ちょっとその辺がどうなってくるのかっていうところでもあるんですけど、死亡している可能性もあるということで、現時点で確実に生きているのはつくもと乙骨、そして五条に関しても生きているけど封印されているってね、ところになっているんですけど、6人目の特級の力を持つであろう人物ですよね。特級と同等クラスの力を持っている可能性がすでにある人物といえばね、はかりっていうところで、乙骨と同じぐらいの力をね持っているっていうのになってくるので、特級ぐらいの力を持っている可能性ってもあるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、この特級ってところに関してはおそらく単なるパワーっていうところじゃないと思うんですよ。矢川学長に関してもね、パワーというよりも術式の面なわけじゃないですか。完全自立型人工除外っていうのを自分の意思で作り出すことができるのであれば、軍隊を作れるっていうところで特級術師に認定されていたわけなんですよね。っていうところで、単なる強さだけで特級術師になれるっていうわけではないと思うんですよ。そいつ自身の能力だったりとか術式だったりとかを踏まえてのこの特級術師っていうところになってくると思うんですよね。はかりの術式が何になってくるのかっていうところでもあるんですが、はかりもこの戦闘的には乙骨と同じぐらいっていうのはあるんですが、特級にはならない可能性もあるっていうふうに考えるのがそれっぽいんですよね。じゃあ誰になってくるのかということで、伏黒に関してはね、特差の影棒術ということで、全員家相での術式を持っているっていうのがあって、この特差の影棒術に関しては無下限呪術と渡り合える力っていうのを秘めているんですよね。っていうところで、この伏黒っていうのもね、その特級術師になる可能性は十分あるんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけど、もちろんこの伏黒っていうのがその特級ぐらいの力を持っていくっていうのは十分ありえると思うんですよ。なんなら伏黒っていうのが五条の後を継ぐような現代最強の術師っていうのになる日が来るっていう可能性も十分ありえそうな感じがするんですよね。もちろん乙骨も最強なところではあるんですけど、現代最強の術師っていうのは今五条悟なわけじゃないですか。でもこの五条悟の次の世代ですよね。次を継ぐのがこの伏黒恵っていう人物が現代最強の術師ってところに上がってくるんじゃないかっていうのを思ったりもするんですけど、この特級術師ってところに関して伏黒が行くよりも前に板堀っていうのが特級術師に認定されてくる展開っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。それがなぜかっていうと、0巻の内容っていうのをよく思い出してみると、虎杖が特級に認定される可能性っていうのは十分高いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それが何かっていうと、ここで重要になってくるのがやはり乙骨なんですよ。乙骨っていうのは高専に転入してきた時、すでに特級として入ってきてたんですよね。で、学生証を見た牧がね、焦ってたわけじゃないですか。いきなり特級みたいな感じをね、焦ってたわけですよ。で、これって乙骨自身が強いのかっていうと、そうではなくて、乙骨と一緒にいた特級家事怨霊である折本理科なんですよね。この理科っていうのがいたことによって、乙骨っていうのは特級術師だったわけですよ。現にね、この折本理科っていうのを0巻の最後で解除した後に一度普通の4級に下がってるわけなんですよね。つまりこの理科の力を失ったことによって、特級家事怨霊っていうのを失ったっていうところでパワーが一気にダウンしたわけですよ。そしてこの特級家事怨霊っていう謎の力っていうのも失ったっていうところで、特級から4級に下げられたんですよね。で、1年間の間で特級に返り咲いているっていうところで、やはりね、菅原道真の子孫っていうのがあって、相当なセンスの持ち主だなっていうところではあるんですけど、この乙骨っていうのが特級家事怨霊によって特級術師に認定されていたっていうところがポイントになってくるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。なぜなら虎杖っていうのは呪いの王である宿儺の器なわけですよ。で、今現在ね、15本指をすでに取り込んでいるっていうのがあって、この宿儺っていうのは特級呪物なわけなんですよね。特級なわけですよ。というところで、力として宿儺の力っていうのは特級に分類類されてるんですよね。で、少年院で宿儺が言っていたように、特級の中でもかなりレベルの差っていうのがあるわけじゃないですか。少年院で出てきた特級呪霊に関しては宿儺からしたらもう超雑魚かったわけですよね。っていうところで福間水志を使って3枚におろそうとしたけど、なんかめちゃめちゃおろしてしまったっていう風になっていたわけなんですけど、そんぐらい宿儺っていうのはかなり強い力を持っているんですよね。そしてこのファンブックの中の特級過剰音量である折本理香のページですよ。このページを見た時に、覚醒した理香と全盛期の宿儺はどちらが強いですかっていうような質問に対して、この芥見先生っていうのは宿儺っていう風に2文字でね答えているわけなんですよ。っていうところで、覚醒している理香よりも宿儺っていうのが強いんですよね。つまり全盛期ってことは全ての力が戻ってきた時ですよ。呪いの王っていうところでね、今までずっと生きているっていうのがあるので、人間のような寿命や老化による衰えっていうのはやはり宿儺にはないと思うんですよ。っていうところで、本当の全盛期までとは言わずとも、指が20本だったりとか20本に近づくにつれて全盛期に近しいぐらいの力っていうのを宿儺は取り戻していくと思うんですよね。そして虎杖がこの宿儺の器っていうところもあるし、宿儺の術式っていうのがね、そのうち刻まれるっていうようなことも言われてるわけじゃないですか。つまり虎杖っていうのが宿儺の術式っていうのを使えるようになる日が来るんですよね。そしてそれっていうのは、この宿儺の力っていうのを虎杖が使えるようになる、つまり特級の力っていうのを虎杖が使えるようになるっていう風になってくるんですよ。これってまさしく乙骨が特級に認定された理由ともつながってくる感じがするんですよね。やはり器となってすぐっていうのは、もともと虎杖には術式も何もなかった、呪力すらなかったっていうところで、普通に術師として始まっていたわけですよ。呪術高専に来て術師から始まっていく、そして1級に推薦されていったってところではあるんですけど、この虎杖っていうのが宿儺の力っていうのをものにしていく、術式が刻まれて術式を使えるようになった時、その時に虎杖っていうのは特級術師に認定されるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんならこの覚醒した理香よりも宿儺の方が力が強いっていうのを考えると、20本全部揃わずとも虎杖が宿儺の力を使うことができるようになった時点で特級に認定されるっていう可能性は十分高いんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。そもそも虎杖に関してはね、乙骨と比べて最初から身体能力っていうのがアホみたいに高かったわけじゃないですか。だって学校のね4階まで飛び上がるぐらいのジャンプ力も持ってるし、砲丸投げをねピッチャー投げをしてサッカーゴールにぶつけるぐらいのね遠投っていうのができるぐらいの強い型を持っていたりとかするので、もう最初の頃の乙骨とは比べ物にならないぐらい元から強かったっていうのもあるので、高専にね入ってきてわずか数ヶ月後のね交流会で国戦打ってきてるっていうぐらいのねセンスもあるので、もしかすると本当に20本揃わずとも今15本食べていて、この死滅回遊とかで宿儺の力を使えるようになるとかなれば、その後ですよね、その後すぐに虎杖っていうのが特級に認定されてくるっていう展開があっても、別に何らおかしいことはないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は6人目の特級術師についてお話をしました。ぜひね、コメントの映画を求めましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。